はいさーい、今回は名護市に来ています。というのも名護市にも久場御嶽って言ってね、今帰仁の方にも久場御嶽はあるんですが、同じ名前で久場御嶽っていう場所があるので来てみたんですが、あっという間にありましたね。廃所になってます。手合わせてね。あ、それにしてもこれ岩がすごいな。なんかこの岩も意味があったりするんでしょうね。というかここは入っていい場所なのかな。あ、こちらもどうやら廃所になっていて、なんかね、塀で壁で囲われている感じです。ここの奥とかもまだあるのかな。ちょっとジャングルですね。というかこの岩すごい。まさかねこれだけってことはないと思うので、ちょっとね、まあ、ここ岩も映しながらぐるりと回ってみようか。こんなこじんまりとした御嶽はあるんですが、もうこの辺一帯ね、まあ、部落になっててね、もう大自然が残る、ありますね。そしてね、ちょうど看板らしきもんも見えたんで、その看板読んでから行こうか。どうせならね、泡って読むんでしょうかね。泡の久場御嶽。なるほど、泡の久場御嶽、県指定有形民族文化財になるんですね。昭和48年7月30日に指定されてて、阿波の久場御嶽は村の祖先神を祀った御嶽です。なるほど、村さぬふてい、村ぬふさてい、読めないね、難しい。久場御嶽イビエの、ね、よくわからないので、まあ泡のね、久場御嶽の説明がね書かれていたりします。あの説明はね、また読みたい人とかもねいると思うので、動画のどっかに埋め込みます。あ、さっきのところもおそらく、まあこの御嶽の一部なんでしょうか。それともこちらが、あ、ここがもう完全に久場御嶽っていう場所ですね。鳥居があって、鳥居の中にね廃所がありますね。鳥居をくぐり、なるほど、あ、なんかすごい石灰がね溜まって鍾乳石みたいなつららになってますね。これは何やら燃やすところなのかな。ちょっとぐるりと辺りを見る感じではもう完全なる森ですね。森にね、ひっそり、もうちょっとね老朽化が済んでね、柱とかボロボロになってるんですが、しっかりね、なんか面白いタニシみたいな巻貝がついてたりしますね。自然が多いんですね。鳥居もね、このツタの植物が生えてたりしてすごい。はい、今回ねちょっと短い動画になっちゃうんですが、名護市にある、阿波の久場御嶽からでした。どのサムネイルがいいのかな。こうやってね、鳥居と
祠がずれてるパターンと、この中の方がいいのかな。はい、名護市の久場の御嶽からでした。ではまたね、バイバーイ。